こんにちは、屋根裏設計と言います。今から2021年4月号の住宅特集に掲載される MOH という住宅の説明をします。この住宅は京都の修学院に立つ鉄骨2階建ての住宅です。この住宅は2250のグリッドとグリッドを覆う面の種類、その配置で構成されています。床や壁をただの面として抽象化して扱うことで、場所や用途によって必要な性能や機能をそれぞれ選択し、空間の質を決めるということを考えて設計しました。例えば採光を取りたいが外部からの視線を遮りたい場合は、乳白のポリカーボネートや FRP、 開放感を取りたい場合は透明ガラス、温熱環境を良くしたい場合は断熱パネル、簡易で仕切りたいときは布やテント地など、グリッドごとに選択することでより細かく繊細に壁や床のことを取り扱おうとしました。将来この家に住む家族が増えたり、自立して減ったりするときにはルールが決まっているため、比較的容易に拡張や縮小を検討できるのではと考えています。プランはエントランスから前庭を通って LDK、その奥にはサンルーム、サンルームにある階段を上って2階へ行くと開放的でおおらかな寝室と水回りというように、熱環境、プライバシー、明るさ、暗さなどグラデーションのように変化していくことで、均質ではなく季節や気分によって居場所が変わってもいいようなおおらかな空間を作りたいと考えました。2階は遮熱を強化していて夏には過ごしやすく、1階は断熱重視で床暖も入れていることから冬に過ごしやすい、春や秋はサンルームも含めて全体的に居心地が良いというように、いろんな居心地を想定することで、例えば暑いけれど汗をかくためにあえて夏にサンルームにいるということも OK なおおらかな住宅になることを目指して設計しました。詳しくはぜひ紙面をご覧いただけたらと思います。屋根裏設計でした。ありがとうございました。